わたるくん、たけるちゃん、ついに手に入れた不思議な段ボールを。この段ボールに入ると行きたいところに行けるんだって。おお、ハワイに行きたい。ハワイに行きたい。ちょっとそれは今すぐはどうやろう。ロボママは淡路島に行きたいな。淡路島に二次元の森っていうところができたらしいから、そこにみんなで行こう。行ってきます。わあ、キティちゃんルームだ。やったー、すごい。よし、今から遊びに行くぞ。何やらクヨンしんちゃんのお宝が何者かに盗まれたそうなので、今からみんなで謎を解いてそのありかを探しに行きたいと思います。竹井ちゃんも頑張って謎を解いております。クローバーどこ？ここにあります。三角。はい、じゃあね、今答えに沿ってスタンプラリーみたいな感じでね、その場所に行ってさらなる答えを見つけ出しに行きます。しんちゃんに、ブリブリザイモンに、ヒロシもいます。ラストの答えを探しに行きます。はい、第一の試練の答え全て分かりました。そこから第二の試練の答えを導き出し、そこに今から向かいます。もちろん方向音痴のママはわたるくんについていきます。案内してね。ここ音痴って言うなよ。全部解凍してゴールの受付のとこに持ってきました。どうかな。さあさあ、もう開いた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 。はい、クレヨンしんちゃんの宝探しでゴールしてもらったのはこちら。シールとあとクレヨンしんちゃんの消しゴムでした。まとまるくんな、クレヨンしんちゃんバージョン。めっちゃいいもんもらえたね。この消しゴムが超かわいい。2つもらったけど、2つも柄ちゃうかったし、もうかわいいです。シールも3枚。めっちゃ暑かったけど、もう楽しかったな。めっちゃバリバリ。はい、タイのカルパッチョです。タイのカルパッチョ、おいしい？朝にしたらどうです？すごいのが来ました。あんまタケルちゃんは食べないと思うけど。いただきます。すいません。うまい。おいしい？茶碗蒸し。プラスカットとかね、めっちゃ高級食材で。卵焼きは食べれるんやけど。卵焼きやでって言った。いや、完全見た目ちゃうよ。そしてそしてそして、はい、今夜泊まるのはキティちゃんルーム。めっちゃ可愛い、これが。ほんまに直しよ直しよ。しかもこの裏に2階建てのベッドがあります。キティちゃんと一緒に寝寝できるやな。嬉しいな。はい、ここお風呂場ね。洗面所とお風呂場、めっちゃ綺麗できてて、すごい落ち着けそうな感じです。はい、こっちはトイレね。わぁ、めっちゃ喜んでる。おっさん喜んでる。天井もキティちゃんやん。星が見える、ね、星見える。マジで？リビング。リビングも、うん、星が見えるようになってるみたいです。楽しいな。すごい、壁ももうキティちゃんで。もうカーテンもめっちゃ可愛い。キティちゃんになってます。星のキティちゃん。ちょっと荒らしちゃってるけど、このクッションもね、キティちゃんですね。みんな乗りすぎてべちゃんこになっちゃってます。クッションも全部、机もキティちゃんです。で、こういうね、グッズもお持ち帰りできますよみたいな感じで、パックもなりきりパックでこう置いてあります。そしてリンゴが2つ置いてあったんですけど、新鮮な取りたてのリンゴでめっちゃ美味しかったです。こういうね、飲み物は全部飲まなくても持って帰ってもらったらいいですよみたいな感じでした。まあ費用の中に含まれてるんだと思うんですけど、いや含まれてると思ってなく来たので、すごいびっくりしました。サービス満点で。はい、では今から星と
夜景を見に行ってきます。展望台がねすぐ近くにあるみたいなので、もう満天の星空を期待して、ここ淡路なので明石海峡大橋と神戸の夜景を見ていきたいと思います。カメラ越しでちょっとわかんないかもしれませんが、めちゃくちゃ綺麗な神戸の夜景が見えます。明石海峡大橋もねキラキラしてめっちゃ綺麗。星はさすがに映らへんよな。映らへんな。あ、めっちゃ綺麗です。おすすめマジで。ちょっとね公園はね広いので、なかなか公園中を散策するのは大変ですけど、すごい泊まるとこも良くて、眺めも良くて、食べ物も美味しいし、よかったな。ダンボールで帰らなかったいやいや、まだ一応泊まる予定やから、ダンボールで帰るの明日やな。おやすみだぞ。バイバイ。ブンブン。画面の動画は